皆様おはこんばんにちは、ミサミサです。こんばんは。肉体は手に入れども名前はもらえなかった長女です。この動画はミニミサミサと名前はまだない長女、二人による解説および掛け合いもどきでお届けいたします。ということで、今回は長女ととあるゲームをやっていきたいと思います。ドット絵の世界でゾンビの大群から拠点と生存者を守るサバイバルゲーム、その名もゼルターだ。このゲームってまだアーリーアクセス中じゃなかったですっけ？そう、なので今回はチャレンジモードで難易度はイージーでやっていきます。6日間救助活動をしつつ生き残れってモードですね。そそそ、ある日おぞましい姿の人々が現れた。いや、人の形をした何かだった。彼らは生きている全てを攻撃し、彼らが通り過ぎた場所には死体がはびこっていた。そして死体は起き上がり人々を攻撃し始めた。信じられない光景だった。突然の事態に予想以上に無力な政府軍を動員して街頭のエリアを封鎖し、道路は壊され、都市は燃やされた。孤立した人々は生き残るため必死にあがいた。しかしできることといえば隠れて逃げることだけ。エリア封鎖で若干の時間を確保した政府は生存者救出作戦に参加する専門家を募集し始めた。家族、友達、恋人、大切な人々を失った人々は我先にと志願し、あなたもそのうちの一人になるのだった。こちらは CP、ミサミサ、応答、応答願います。よかったです。連絡が途切れて心配していました。まずは、時間がないので任務について簡単に説明します。ご存知の通り、このエリアには多くの民間人の生存者たちがゾンビに見つからないように隠れています。彼らを見つけなければなりません。そして現在、ラジオでミサミサの位置を伝えています。もし、勇気のある民間人の生存者がいれば、毎日、午前1時に救助ヘリコプターをミサミサのところへ送るので、できるだけ多くの民間人の生存者を救出してください。ただし、現在ヘリコプターはすべて稼働中なので、最初の到着日は2日後になりそうです。ゾンビは音に敏感なので、パラシュートで潜入することになります。そのため、装備が足りないはずです。輸送機で補給箱などを投下しておいたので、ぜひお使いください。もちろん生存専門家であるミサミサには必要ないでしょうけどね。さあ、始まりましたね。早速操作方法がわからなくてテンパっております。あ、これがさっき言ってた補給箱かな。そのようですね。どうやらこの補給箱の中身は毎回ランダムらしいですよ。今回は武器枠としてクロスボウが入ってたからラッキーだけど、場合によっては武器がないこともあるのかな。そこはわかりませんが、初っ端からサブマシンガンとか手に入るようなら熱いかなと思います。確かにそれは激アツかも。それより早く生存者を救ってもらっていいですか？ちょ、早くない？まだ準備整ってないんですけど。クロスボウあってよかったですね。武器もない状態で襲われてたら迷いなく逃げてたわ。生存者を見捨てて逃げるんですか？ゾンビごと引き連れて逃げれば見捨てたことにはならないって。お見事。やはり遠距離武器は楽そうですね。どうやら 2,3 発でやれるっぽいね。ちょっと生存者を始末しようとするのやめてもらっていいですか？これはマジで不可抗力。悪気はなかったんだ。生存者をゾンビから助け出せたらスキルがもらえるようですね。どうやら3つの中からどれか1つしか選べないようだね。とりあえず武器攻撃スピードが上がるのを選んでおいたよ。さすが脳筋、いいと思いますよ。さあ、ここから周辺を探索したいんだけれども、タイムリミットもあるし、素材も集めつつ進もうか。建築物を壊すことでいろいろな素材を回収できるみたいですね。ちなみに使う道具によって効率的に資材の回収ができるから、クラフトは結構大事っぽいね。これ生存者を守りながらゾンビと戦うの、何気に面倒そうですね。せめてもの救いがフレンドリーファイアがない点だけど、味方が邪魔すぎる。え、じゃあそこら辺に置いていきますか？それはそれでさすがにひどすぎるのよな。じゃあ頑張って守ってください。くっ、頑張るしかないのか。うっ、わ、来たな。ゲロ吐きゾンビですか？ゾンビにもかかわらずその戦略方法で来るとは。ゾンビじゃなくても攻撃力高いよね。というか、どこか安全な場所を探した方がいいんじゃないですか？そうだね、拠点にできそうな場所があれば一番いいんだけど。ここなんか広くて良さそうですよ。お、いいね。とりあえず見えるあたりは片付いたかな。じゃあ生存者は中で待機してもらって、ここに拠点を作るか。となるとまずは不足している資材集めからですかね。うんうん、
と言っても不足しすぎ問題もあるし、時間も限られてるから、まずは必要最低限で回収した方がいいのかな。そうですね、まずは木の枝と石を集めるのがいいんじゃないですか。よし、とりあえず少し集めてきたから、炉と斧を作って収納箱まで作ってしまおうか。結構クラフトできるアイテムたくさんあるみたいですね。そうなんだよね、作業台だけに限らず金属作業台とかミシン台とかあって、それによって作れるものが違うから、資材集めとクラフトがメインな感じかな。これ6日間で生存者を助けつつクラフトもやりつつって何気に忙しくないですか。うんうん、しかもさ、チャレンジモードってことは絶対ボスとか出てきそうだよね。ああ、あるあるですね。でも本当にボスが出てきたらどうするんですか。え、今この瞬間2つの未来が確定しましたけど。え、ボスが出てこなくてネタバレにならなかった未来、もう一つは本当にボスが出てきて初回でネタバレに近いフラグを建築したことにより頭を抱える未来のミサミサ。ちょー、やめてやめて、そんなことまで考えず、むしろ何も考えてない発言だったんだよ。ってことで今のはなし。良い子も悪い子もみんな忘れようね。草。ということで今回はここまで。ゆるい茶番ですが、少しでも楽しんでもらえたらラッキーです。長女とミニミサミサ実況シリーズはまったり更新ですので、ゆるくお待ちいただければと思います。それじゃあまったねー。